ラブ、何してんの？何？日本人の決勝見てるよ。やばいよと思うけど。そう、なんか最初見て、で決勝の後の顔も見たら完全に違う人になった。え？見た？やばいじゃん。あ、見てみて、この人とかを見てみて、これも結構この、やばいこれ。いや、これありえないマジで。で、そのビュー見たらなんか結構人気あるね。まあ、それだけ社会に影響も多いかな。いやー、日本の社会間違ってる。にんにん、チャーラーガチャーラーガチャーラーガ、ベニンザラウラです。日本人の女の子にちょっと一つ質問あります。なんでそんなに決勝しますか？私ちょっと結構混乱してる。大きい疑問ある。別に私言ってることは決勝しないでくださいとか言うわけではない。私言ってることは、その例えばカラコンタクトつける、その濃いまつげつける、で眉毛全部もう一回カップ必要。まあ日本人はまあするよね、化粧濃いくいい人多いし。まあその日本に来た時一番びっくりしたことは、まあそのカラコンタクトのことね。まあイタリア人は普通にしない。まあ、もし例えば、まあ、パーティー、例えばキャルニバルとかそんなハロウィンとか、そのまあパーティーある時にまあ遊び方としてするだけど、毎日の化粧全然しない。なんでびっくりしましたか？あなたはそれや本当のあなたじゃないから。なんか The way you put yourself in front of other、嘘です、みたい。いや、まあ、そうだね。まあ、俺は、まあ、日本ずっといて、まあ、それが結構普通だから。でもまあその YouTube さっきもちょっと見てたじゃん、見てたら全然違う人になるから。そう、なんか日本人は違う人になるまでに結晶する。あ、そういうことで、男の立場私ちょっと興味あるね。例えば、私日本人ね、その日本人みたい結晶して緑茶色みたいカラコンタクトつけて、デートして付き合う、でその間まあすっぴんで見られて、で私全然違う人だったら、ありがとう、どう？あ、まあそれショック、ね、受けるでしょ。そこのまあ楽さみたいなのはない方がいいよね。そう、そのさっき YouTube 見たみたいなさ、だったら俺もなんかムカついてくる。だけど、あやと結構 YouTube 言ってるだけど、私普通に外歩いたら、まあ結構そんな感じの化粧する人多いね。まあ私もともと日本人は綺麗と思う。でみんな完璧じゃない。まあ好きじゃないところみんなある。だけど自分の自然なところそんなに変える、私にとっては普通じゃない。やっぱなんか後ろなんか大きい問題あると思う。で私その京都に働いてた時にめっちゃ綺麗な日本人いて、でその人と知り合った時に私、あなたの目綺麗だよ、でその人、いやカラコンタクトつけてるだけど私もともと黒い目あるじゃん、で私、あーそっか、なんか私めっちゃがっかりしてた。男の人だったらもっともっとがっかりすると思う、それだったら。まあだけど日本人はもう分かってると思う、カラコンタクトつけてるかどうかも分かってる。これ結構なんかまあ文化みたいになったと思うね。でプラス私マジで理解できないことは、変わった
目の色で自分のこと外の人に紹介するみたい。本当にあなたはそんな感じじゃないよ、うん、そういうことでスタートからあなたは嘘ついている。でそのポイントからあなたは他の人と関係始まるね、うん、でどんな感じになると、もうスタートからあなたは嘘ついたら、うん、なんか絶対にいい方向で行ってないと思う、うん、まあ確かに最初から嘘ついてそこから始まってるっていうのはなんかそのね、聞こえ的にもあんま良くないよね。まあだからその社会問題なんじゃない。いや結構私にとってはこれ結構大きい問題なんか、うん、私なんでこれ言う、私日本好きだからこのところ考えたら結構いやなんで残念な気持ちになるよ、うん、なんかこのいつも嘘好き建前しないとなんかそれ人生幸せ人生楽しい人生マジでなくなる、うん、なんかそのずっと嘘好きのことでも大変だよ。うん、そうね、そうね。でこれ化粧は多分なんかもっと一般的に見たら小さいなことだけど、うん、この小さいことから分かるの。日本の社会どんな感じか理解する、私にとっては、うん、嘘の上で関係作るでしょ、嘘の関係作るでしょ、うん、なんか俺も深く深く考えれば考えるほどやっぱそれで嘘で始まるっていうのはちょっと良くないよね。それ良くないよ。1ヶ月間のデートの後で私化粧なし、すっぴんの顔で私のこと見て、私またぎもなる、私のこと好きかどうか好きじゃないかどうか、なんかそれも大変だよ、そこまで行ったら。いや私なんかや間違ってるなんか多分強すぎるかなる、なんか結構あるでしょう、まあ、こんなことを日本で。その一つの意見としてはあると思うし、で強すぎる意見、なんで強すぎる意見って思うかというと、まあ敵の数が多すぎるから、わかる、うん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 、じゃあラウラが一人で今そう言ってるけど、それって日本何万人の人に対して今言ってるわけじゃん、うんうんうん、だから、まあ、言いにくいじゃん、やっぱそんなみんながそれが普通って思ってやってることに対してそれ良くないよっていうことって、まあ、なんかやっと私にとっては It's good to show the way you are、うん、純粋、あなたの純粋教えていいよ、いっぱい化粧しなくていいよ、うん、でもし他の人はあなたのこと好きじゃなかったら、うん、OK バイバイなんかみたいね、うんうん、みんなはラウラのこと好きわけではない、うん、でそんなエクスペクテーション私ないよ、うん、だけどあなたは自分のことと幸せ、うん、一番大事なことだよ。であともう一つはね、やっとなんかその決勝のビデオ見た時にね、うん、まあ最初は化粧なし日本人に行って、でその後化粧の仕方を教えて、で最後に化粧で自分のことを教えるみたい、うん、で好きじゃない、マジで好きじゃないところは最初はね、みんなほぼみんな、うん、ああこんなすっぴん顔でちょっと悪いからごめんなさい、うん、いやごめんなさい言わなくていい、マジで、うん、そのままでいいよ、 100% でいいよ、なんでごめんなさい言ってる、あなたは綺麗じゃないからごめんなさい言ってる、うん、それ間違ってるよ、うん、だけどまあ私今結構強いこと言ったと思うんだけど、まあ私も日本人みたい決勝してみたいと、まあ私間違ってるかどうかちょっと確認したい、もしこの
日本人みたい決心して私もっと好きになる可能性あると思うから一応やってみます。よし、じゃあやってみよう。じゃあラブラがやってその後見せて。 OK、 うん、決心しに行きましょう。ニンニン、眉毛にマスカラつける。マジか。新しい眉毛育てました。こんな感じになりましたよ。じゃあハヤトのところ行きます。ありがとう。はい。お、どう？レディーガガーみたいになったじゃん。うん。私全然好きじゃない。目はなきたい、なんか。しんどい。まつげもつけたからね。まあ、あれだよね。まあ、もうレッドライトストリートになってるよ。ギャルメイクはまあこんな感じ。めっちゃ変ではない、なんか俺が見たらね。まあ濃いね。まあ濃い濃い。やっぱ濃い。And please don't forget to subscribe to our channel.